BWS はヤマハ発動機が発売しているスクータータイプのオートバイである。シリーズ車種として排気量別に数車種が販売されている。BWS は1988年に発売された。屋外でのあらゆる使い方を想定したレジャーモデルでオフロード走行をイメージしたデザインの車体に 49cc の強制空冷にストロークエンジンを搭載し、 フロントカウルに埋め込んだ横目二頭のヘッドライトが装備され、専用のサスペンションにファットタイプのブロックタイヤを装着させた足回りはダート走行をこなすほどの性能があった。数年間発売されたが、その後日本向け車両は生産終了となる。なお生産終了後、初代の金型はフランスの子会社 MBK へ譲渡され、改めてフランス国内で MBK ブースターとして組み立て販売されたところヒット作となった。日本国内では1998年にフルモデルチェンジされた2代目が発表されたが、このモデルから台湾ヤマハ記者工業が製造した車両を日本へ正規輸入し販売されるようになった。初代よりシャープなデザインとなり、フロントライトは明るい埋め込み式からガード付けのオープンタイプに変更され、 足回りは前輪ディスクブレーキ付きのキャストホイールとなり、ハンドルガードとメットイン収納が追加で装備された。このモデルも数年間で日本向け車両の生産は終了したが、その後も北米向け車両であるズーマの生産は続けられることになる。2012年に北米仕様のズーマが4ストロークエンジン搭載のズーマ50回にフルモデルチェンジされたことを受け、日本仕様として 同年10月1日に3代目となる b e w i o u 5 0回が発売された。車体デザインは2代目とほぼ共通だが、フロントライトはガードを外し大型化されている。またリアキャリアも大型化されたが、ハンドルガードは装備されなくなり、タイヤは前後共通化されている。2016年2月15日のモデルチェンジより、エンジンを他車種と同様の新型に換装し、セッティングが 適正化される。他の諸言に変更はない。日本国外では2014年に北米仕様としてフロントライトの一等化など装備を簡略化した Zuma50FX も発表されている。また欧州では初代モデルのマイナーチェンジ版にあたる BWS オリジナルが2015年現在も継続して生産されている。日本向け仕様は 平成28年自動車排出ガス規制により2017年9月1日にヤマハ公式ホームページにて生産終了が発表された。BWS100 は2代目 50cc モデルの車体にグランドアクシスと同型の強制空冷にストロークエンジンを搭載した 101cc のモデルで生産地の台湾仕様を中心に生産されていた。2008年に b w s 1 2 5ァ i として台湾より発売される。BWS100 が2ストロークのグランドワクシスの兄弟車であったのに対し、2代目は4ストロークのシグナス X をその系譜に持つ。またシグナス X と異なり、発売当初からファ i モデルとして販売される。台湾ヤマハ汽車工業の車両となるため、プレストコーポレーションが一部を正規輸入していたが、 燃料ポンプリコール関連のトラブルに嫌気がさしてか、プレストが輸入を止めて、以降、並行輸入のみの正規輸入のない車両となる。そのため、日本語表記のサービスマニュアルパーツリストは存在しない。日本語説明書は、プレストモデルにのみ付属として存在する。エンジンは2型シグナスがベース。ただしケースやクランクシャフトが、やや長く、カムシャフトも異なるため、 ベースは同じでも異なる仕様のエンジンとも言える。また、駆動系統もエンジンの仕様変更により多少の差異があり、ベルト長や WR の重さ、ケース内組み込みの二次ギアが異なる。シグナスに比べ、低速、発進を重視した駆動の設定、二次ギアの比率となっており、差別化が図られている。仙台とはデザインも大きく異なり、縦目に等のヘッドライト及び、 戦闘機のアフターバーナーをイメージしたと言われる横2灯の丸型テールライト等が特徴。2010年より足回りをオンロードへと変更されたモタードモデルとして BWSX が発売される。その際、アナログメーターより液晶のデジタルメーターへと変更される。なお、2016年現在も台湾ヤマハ汽車工業の HP に記載がある。北米向け使用車両として ズーマ125があり、現地の保安基準に適合させるためヘッドライトを横型二灯都市近代としては珍しいガラスレンズを採用する。なお、特徴的なヘッドライトに関しては、台湾の縦目二灯は上がポジション下がヘッドライトなのに対し、北米仕様は片側が、背片側がロービームとなり、二灯が同時点灯するモデルは存在しない。2015年に、 横目二頭のモデルがフルモデルチェンジされ、台湾仕様は b w s r として発表されており、日本でも2016年2月10日より U125XB ウィズとして正規輸入により発売された。車体の構造は2015年モデルのシグナス XSR をベースにしているが、ヘッドライトはそれまでの b w s シリーズで使用されていた円形ではなく、 左右が別構造になった一体型デザインの二等式に変更され、ハンドル部もガードを装備して別体式ウインカーとなり、メーターも専用のものが装備されている。またリアも等下類のデザインが変更され、キャリアが標準で装備された。足回りもタイヤが専用パターンのものに換装されている。なおエンジンはシグナス XSR と同じ形式のものが搭載されている。 本モデルよりエンジン及びフレームが完全に、シグナスと同じものが使用されるため、本来の BWS ではなく2015年、シグナス XSR のバーハンドル仕様あるいは、シグナスの外装変更仕様と認定される向きもある。ありがとうございます。